まります。ハッシュタグふぶきとりをまさので一応バズったあたりはなんでお願いかなよ。ファンじゃホッペスタート。はい、こちらゲームじゃあベスト天国地獄クイズ。今回まあクイズを普通にやっていくんですけども、はい、早押しで答えていきます。はい、で早押しで答えれた方は、はい、ルーレットに挑戦していただきます。はい、なるほど。そのルーレットはまあ2択ございまして、はい、50% で500円。500円ですね。でもう1個の 50% を引いてしまったらショット。おお。ということです。もうそれだけ500円の賞金か、うん、ショット飲まないといけない。はい、なるほど。得しかないやん。こいつはそうなんですよ。うせや。初日だけちょっとね。しょったやで。うん。いけんの？いけるやろ。ちなみにガッツリテキーラっすよ、今回は。うわー。モノホンの 40% のお店のやつやんな、うん、これ、はい。だから。なんかカチカチって音聞かせる？あー、よくあるやつね。出た。はい。本物です。これを飲んでいきます。なるほど。なるほどね。まあ、クイズといってもいろんなクイズをしていこうかなと思っていますけども、うんうん、どうでしょうか、自信の方のドア。え、なんかその、いいんかな、その、もう生きてんな。お前もう生きてるぞ。早っ。すげえな。何文字で言った俺だけしか見られへんっていうのがすごい得やな。その俺が500円ゲットして、イエーイ、うん、で、俺が酒飲んで、うわー、うん、しか、ないんちゃう。もう全問答えれちゃうってことそれは。え、そうやろ俺ら当たり前かのやつ。ない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 。今回僕は、運転ということで、はい。欠場ということ。まあまあ、それはまあまあ、おってもお前はな。あしのこの言わずに早速やっていきますか。やりましょう。もう、はっきりさせましょう。そうしよう。で、まあ、クイズ面白いなと思ったけど、ぜひとも、サブチャンネルの方見に行ってください。めっちゃやってます。むちゃくちゃクイズやってます。再生リストまであるんで。はい、そう、ぜひ見に行ってください。じゃあ、いきますよ。せーの。笑う角には福来たね。久々にちょびっと言っといていい？あ、ええー。時？こういうのはさっきちょびっと言っとく方がいいの。これショットってどこまでって決めとく？結構このグラスでかない。そうやな、だいたい細いやつやから、うん、まあ真ん中ぐらいちゃう、いっぱいで言うなら、うん、めっちゃビってる方ばっかりえ？いや、少ないと思ったけどな、俺まあ答えね、ここでちょっとさあ出しても別にいいで、その量を、うん、まあ熱いの任すけど、その辺はめっちゃ多い真ん中ですわ。お前じゃあこれぐらいでいこうか。あ、いい？いい。じゃあ熱いはめちゃめちゃお酒弱いんで、そこは勘弁して。いや、ほんまにそうよ。俺じゃなはじゃあ半分ぐらいでいこうか。うん、とりあえず。あやばい、うわやばい、くっさ、くっさいな、ほんまや、すごい、すげえ、酒飲んだ、うわー、きれい、うわ、久々やば、久しぶりなんショット、胸熱やわ、めっちゃ使い方間違えてない？ちょっと残ってるやつ僕いただきます。いいね。うわクラブでめっちゃ暴れたとこ思い出すわ。めっちゃ噛んでるやん嘘すぎて噛んでるやん。いこうし、はい、よいしょー。いや、あーライム、あーうまい、ライムありきなやつだな。あー、じゃあまあもう早速いきましょうか。おいしょ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。雑学クイズ、よいしょ。なるほど、いろんなクイズがあるのね。もういろんなクイズありますから面白い、よろしく。もう早押しですよ、はい、うん、ドキドキすんな、いい、楽しい。世界一ちょ、もう無茶しすぎ、はい、いやエベレスト。不正解。うわー、マジか。お手つきです。そうやな。お手つきありでいきます。さすがに。くそ。俺ら二人の勝負だな。狙いすぎた。うん。問題。世界一。なんでやおい。もっと考えれたぞ、お前。バチカン四国。いいとこ行ったんじゃん。不正解。うわー、うそー。もう聞けるやん。問題。はい。世界一。聞けや聞けや、お前らショットめっちゃ嫌がってるやんおい、いや、金欲しいから。嘘つけ、500円いくぐらいやな、あれやろ、聞けって。全然盛り上がらへんけ。ナイル川。お、お、院長。いいやん。不正解。あー。雑学でも何でもないな。知りやから、ただの。こっからね。うん、ちゃんと聞こう。問題。はい。世界一栄養価の高い果物は何でしょう？
あ、わかったわかったクリス3、2、1。バナナ不正解。うん、しっぷねー。あぶれーあずや。よーしよーしちゃうわ。リンゴ。不正解。バルダサイ、バルダサイやないか、お前。あいちゃな。キウイ。不正解。なんなこれ、出やんかー。知ってんねんな、俺らは。絶対知ってるよ。マンゴー。不正解。おい、正解の感じで来んなや、お前。あずや。ビワ、不正解。じゃあ、桃、不正解。あら、アセロラ、不正解。トマト、不正解。なし、不正解。もうやめろなんかあんまそれで果物って思え。あー、はい、ズバーン。はい、ズバーン。ちょっと腹立つから、他だがいません。ちょっと待ってください。すみません。はい、クリス。アボカド。そうなん？正解。おー！アボカドでしたー。すげえ。あれ果物？果物マジか。雑学で一番栄養価も高いということで。よーし。じゃあお金ゲット。いやいやまだですよ。ルーレットです。ここからですね。参ります。500円。ドン。500円。でかいでかい。全然でかい。ラーメン食える。ラーメン食える。お、来た。じゃあできるじゃん。え？テキラテキラテキラです。で、500円稼ぐって難しいやな。もっと簡単な世の中は。え、アボカド答えた。おお前でも半分やで。うん。ビビってるやん、めっちゃ。いや、ちょっと6割ぐらいまでいってるやん、お前。そのビビってるとかじゃなくさ。ごめん。減るやろ、もう足りんよ、なるぞ、お前。そんなやんの？じゃねえねえ。なんでピースやねん。平和。めちゃめちゃ好きやん。はい、平和。問題。え。ドレミの歌に出てくる楽器は何でしょう？ラッパ。正解。すげえ、俺早っ。これは早かった。さすがやん。なんか押してから考えてたんちゃうかなって。なかったよね。ちょっとめっちゃ早かったよ。真偽やな。真偽。そう、ここが二人が言っちゃったらもう許そうか。まあ、せやな。許します。何の時間？普通はでかい方でちっちゃい。もっちゃいさ、見ないよ。このオレンジの方が上に来たらテキラですよ。ありがとうございます。いきます。お願いします。院長？こ、あ、あ、よっ！あ、来た！ごめん！あ、テキラ！お前さ、お前さ、ちゃ、ちゃね。ごやつ、お前さ。ちょ、これなんか500円って書いてたから、あ、500円かなと思って下見たら結果テキラって書いてんだよ。まあまあ、こういう確率もありますからね。ハイペースよ、これ。いいよ。ハイペースやな。何答える気なくすかもしらん、これ。まあ、ちょっと少ないけどいいよ。あんちゃせえ。両方ダサいぞ、お前さ。いただきます。はい。うわ、すごいなぁ。うわ、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 いいがちょっと出てたよな、今。楽だよ。次答えたら、めっちゃ500円かんない？いや、わかる。ここチャンスな気がする。下振れてるから。そう。うん。問題。はい。はやぶさ2が、あ、ちょっと。お、ヨハナクCCのバイク。何この回答。不正解。あー、マジか。何のこっちゃわかる。そのはやぶさじゃないです。うわ、マジか。バイクのはやぶさではございません。わかった！あつや。人工衛星。不正解。うわ、マジ。うわ、いいよな。でもこれ、ほんまにむずい。ちょ、なんでやん。なんでやん。一個候補あるんすよ。ああ、はいはい。ちゃんとしてねんな。あります。はやぶさ2で答えてるっていうかっこよさがある。あるある。確かにな。邪魔しなくて。すいません。500円ですよ。取りに行ってるんすよ。ごめんごめんごめん。おっぱい。おもんな。もう泥酔やん。おい、早いって。いや、調べます。30分後やから。いや、調べてこれ撮影始まって10分。このセンス。そう、終わってんじゃん。ちっちゃいおっぱい出てきたな。ほんで。おっぱい。やめやん。もうこんなもん。YouTube やめよ。問題。はい。はやぶさ2が到着した小惑星は？小惑星。小惑星。やろ？これ多分ちょっと分かれへんわな。ハレー彗星。違います。プロメテウス。違います。全然違います。
あなた全然違います。最悪や、最悪や。酒、ギャンブル、タバコ、女。レイクレの果て。いや、小惑星。ここに来てちゃだるや。正解でいい。もう飲めよお前。正解でいい。よっしゃ。正解は、うん、リュウグウでした。あーでもなんかニュースで流れてたな。ニュースではなってると思います。じゃあジャランどうやっていきます。オッケー、これもう300円ちゃん、500円の時間やから、よし、いきます。はい、うわ来た、うわ、え、え、あー、ちょっと待って、ちょっと、なんで、お前嬉しいよ。俺は全然いいけど、500円の方が嬉しいよ。これマジ仕組みなしですからね。ない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 、チュー。ちょっとじゃあ漢字いきます。はい、得意です。問題、はい、奇変に春は、椿ですが、ですが、バカ、はい、そんなに行く、ヒイラギ、うわ、疲れた。不正解。え、どれ、あと、じゃあな、ちゃうかな、えのき。正解です。よっしゃー、くそー、くそー、夏さー、異変に夏は何でしょうという問題で、正解はえのきでございました。じゃあいきます。はい、頼む。え、いいんちゃう、うわ、え、ちょっと待って、うわ、うっせやろ、外、うそやろ、すげー、うそやろ、うわ、うわ、うそやろ。じゃだから酒飲めるからさ、うん、あ、もうもうテキーラの妖精みたいなやつらが反応してんねん、反応してんねん。いただきます。うーわー、漢字読みクイズでいきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二文字です。はい、一文字目、束、はいはいはい、札束の束に、子供、早い、はい、子供、子供の子、あ、子、うわ、え、たわし、正解、よー、素晴らしい、それは知らんかった。よし、いいですね。あれもええよ、俺自分で行こうかな、行きます。はい、一応ね、一応ね、一応早いな準備。さあ、もう黄色、いやー、500円来そうやけど、もう来るで、これ、どっちなんだい、お願いします。え、どこ、500円、やー、厚め500円、よっしゃー、やったー、これはでかいな、よっしゃー、ギリギリ500円か、ギリギリの500円ですね。そんなに、ちょっと、うわ、いしょー、ちょっと、うわ、マジエグい、ちょっと、うわおい、ショット、よし、ショット、いい子、どうしようい、うわ、問題、はい、これまあ謎謎です。はい、次の中で一番美味しい果物はどれ。 A 栃木のいちご、 B 千葉のメロン、 C 和歌山のみかん、 D熊本のスイカ。理由とともにお答えください。栃木の、栃木のいちご、こっち見てメンタリズムか、栃木のいちご、千葉のメロン、それや。理由は、理由はいりますよ。一番うまい千葉おい、舐めんなよ、YouTube。 これ別に、その問題何回も聞かんくても一発でわかります。うわ、やれた。わかった。和歌山のみかん。理由は、他は全部、野菜。正解、よし、おー、こういうことですね。すげえ、いちごも野菜なんや。野菜ですよ。そうなんや。そういうことか。最近焦った。いちごが野菜ってことに。なるほど、ね。焦った。焦った。何や、焦るんだ。焦ったわ。そうやったんや。じゃあまあもう時間もないので。ちょ、もうこれ。あ、もう絶対行くな、これ。500円臭いな。これ500円臭いな。もう5、6回出てないぞ。え、マジ？ガチ来たんちゃう？ガチ？え、来てない？
そっと。えぐっ、マジでえぐい。はぁ、あ、えはぁ、あ、こわっ、マジでこれはもうしゃあない。えぐいな。あ、じゃあ俺少なめらしい。ほんまに分かってんな。ちょ、お前、俺はマジで分かってるからな。はい、もう。ちょっと一緒。俺初めてついたから。こんだけ減ってるってすごいな。よし。怖い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 。ああ、もうじゃあ次500円出たら終わりにしようか。そうしよう。問題。おい。アメリカの橋は何色？3。赤。なぜ？アメリカの橋が赤やから。すげえ！すげえ今の。ちょっと。わあ！アメリカですぎ。マジでショットやからね。見えるかな、ガチショットやから。もう天文学的なとかのそうじゃんな。めちゃくちゃ確率低いと思う。これなんか博士とかに言おうやん。雑学問題に帰ってきました。よいしょ。ただいま。チゲ鍋のチゲとはどんな意味？キムチ。不正解。はい。チゲ。うわ帰りたい、うわ帰りたいよ。お前寄ってええやろ、そんなの。鍋。正解。よし。チゲ鍋のチゲは韓国語では鍋という意味になるらしいので、鍋鍋みたいな感じになってる。そうっすよね、うん、よし行ってくださいよ。せやな、せやな。ちょっとちょっと待って、マジでえぐいぞ。怖っ、怖っ。パパッと問題。はい。デパートで化粧品売り場が1階にある理由は何でしょう？なんか言ってただろ。なんやこれな、聞いたことあるようなないような。なんか1回出してたわ。でも1回絶対聞いたことあるなぁ。匂いが結構騒がしいんで、で1階ってこうドアの開け閉めが激しいから、なんか換気しやすい。正解。すごい。だからこう、すごい匂いになるらしいね、デパートの、うん、化粧品になれって。だからそれが、その入り口が1階あることで、一番出入りが多いやん。うん。だから匂いがこう、充満しないっていう。いや、すげえ。すげえ。どうぞ。絶対、絶対500円。マジでくんな。500円やで、マジでくんな。いや、マジでありそうやな。いや、もうこれはやろ。なあ。これはやろ。でも、さすがに。いったんじゃん。いったんじゃん。500円は趣旨変わってる。500円出るまで帰れませんってことか。いや、もう、でも、嬉しいわ。いや、マジで嬉しい。いや、まあ、ということで。無事。おめでとう。チャナ500円、アツヤ500円。よし。リクエストショット7杯、8杯ぐらい。9杯ぐらいいったから。一番成功してたよな。そうなるわな。まあ、この投稿面白かった。ぜひとも。はい、高評価、コメント、チャンネル登録の方、忘れずに、どうぞよろしくお願いします。お願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。僕が、朝に出て、まずやることは、トレーニングです。ジョギングから始めていきたいなと思います。それでは行きます。はい。これぐらいでいいでしょう。続いてはですね、腕立て、そして腹筋で背筋スクワットやっていきたいなと思います。まあ早くになるかもしれないですけど、ちょっと僕のいつも通りのペースでやっていきたいなと思います。よし、これぐらいでいいでしょう。よし。